古い記述、古い記述、古いよしみ、1903年1月4日から1995年2月3日は、日本の内務官僚、政治家。本名は、古い木みのる、読み方は同じ。日中友好議員連盟会長を務めた。鳥取県八津郡国中村、現、八津町に、古いみのることぶきの次男として生まれる。聖火は、祖父。 九次郎の代からすでに田五長部、三輪三長部を持つ、障子主だった。七実郎ことぶきは古いが生まれた頃、軍役所の初期だったが後に、国中村の村長を務めた。旧星鳥取中学校、現、鳥取県立鳥取西高等学校、第三高等学校を経て、1922年、東京帝国大学法学部英法科に入学する。なお、 中学時代の同期生に政治学者の矢部貞治がいる。1925年内務省に入省する。埼玉県、東京府等での勤務を経て本省に戻り、1937年に地方局地方監査課長となる。ここからの昇進のスピードは異例というほど早かった。地方局行政課長、大臣官房文書課長、そして 大臣官房人事課長と兼任で1941年から約1年半、東条秀樹も含む4人の大臣の秘書官を務めた。あと、1942年地方局長、1943年茨城県知事。この頃、当時関東国税局長の池田隼人、側近の大平正義と知り合う。百四十四年、本省警報局長、百四十五年六月、 愛知県知事を経て、1945年8月半ばに、東国宮敏彦を内閣内務大臣、山崎岩尾の要請を受け、42歳で内務次官に就任する。同年10月の東国の宮内閣総辞職まで2ヶ月間、勤めた。戦後は、公職追放に遭い、弁護士を開業する。追放解除後の1952年、鳥取全県区。 当時から会心党公人で総選挙に立候補し、当選を果たす。以後当選11回、当選同期に、福田竹を、植木幸志郎、黒金康美、内田爪を、庭京志郎、奈田、弘吉、宇都宮徳馬、加藤清三、今松次郎、重政重之、町村金吾など。この時、古井が内務省地方局行政課長時代に地偶を、 得ていた、松村健三の応援を受け、伊碁松村に支持する。保守合同後は、松村、三木派に所属し、鳩山一郎首相の退陣を受けた1956年の自民党総裁選では、石田博秀らと共に、石橋丹山政権樹立に向け、裏方で多数発行策を行う。また1959年、松村に伴われて、中国を訪問し、 それ以来日中友好促進への関心を強めていった。1960年には自民党や安保批判派を代表して、岸信介首相に対して二件半にわたって質問を行い、以後本会議、予算委員会での質問を封じられることとなる5月19日の強行採決には欠席した。1960年、第二次池田内閣において、 厚生大臣として初入閣する。交渉としての功績には、1、省内及び医師会の反対を押し切っての結核治療新薬化な埋身の保険採用。二、病院経営改善への積極的指導による病院ストの鎮静化。3、自民党内の反対を抑えての小児麻痺予防のためのソ連からの生ワクチン、緊急輸入がある。生ワクチン輸入については後に絵が 我一粒の麦なれど、監督、松山善造の主題となった。なお、日本医師会会長として前世紀の武見太郎とは、激論を交わし対立している。1964年の佐藤栄作政権、発足以後、新米、親台湾に傾斜する佐藤への批判を強め、党内で孤立を深めていった。同年、松村健造らと共に、中日友好協会会長であった。 両商種と日中双方の新記者交換に関するメモを取り結んだ。これによって国内の反中国的な言動を抑え込んだために日本の新聞は中国に関して自由な報道が大きく規制されることになった。1967年、LT 貿易の5年間の期限が切れると、古いは田川誠一、岡崎和平太と共に翌百六十八年放駐し、 覚書えき協定を交わした、この協定に基づく貿易を、覚書えき貿易と呼ぶ。期限は一年間で、古いは、その後1969年、1970年、1971年と、法中を重ね、協定継続に努める。この間、自民党内の高派を中心に、屈辱外交、土下座外交と罵声を浴びせられ、また中国側からも、佐藤の弁護人、 佐藤と結託という言葉を投げつけられながら、古井も松村と同様中国側の佐藤批判に調子を合わせるようなことはしなかった日中間のパイプ役を務めていた。やがて時代の潮目は大きく変わり、1972年田中閣営政権の下で日中国交正常化交渉においては田川と共に事前交渉を行い、 日中共同声明の調印に貢献したが、同年の第33回衆議院議員総選挙で落選した、定数4で7人立候補し、6位で落選。当選者は自民党が徳康美蔵、赤沢正道の2名、無所属の新人、島田康夫が後自民党、日本社会党の野坂、後見が初立候補初当選地元への利益誘導が、 鳥取においても選挙で幅を利かす時代となっていた。古い落選については、外交は票にならないのか。と、地元の支持者や一部マスメディアをにぎわせた。落選後4年間、恒例の見を押をして草の根選挙運動に走り回り、1976年にはトップ当選で帰り咲く。1978年第一次太平内閣の法務大臣に就任する。 ホーム大臣在任中に、ダグラス・グラマン事件が発覚した。1979年総選挙では2位、当選。1980年には4位、再開当選と、地盤侵食、世代交代の流れには逆らえなくなった。1981年9月28日、衆議院永年金属表彰における、謝辞演説で、古いは、今や、民主政治のよって立つ選挙は、 体力にあらずんば筋力の戦いとなり、政治は、富の神の支配する領域と化した感がありますと述べ、率直な金権政治批判に、翌日の新聞各紙がこぞって大きく取り上げるなど、広く反響を呼んだ。このほか政治改革について、金のかかる選挙制度の改革を主張していたが、一方で1982年、金権政治の象徴とも言うべき、田中角栄について、 総合雑誌上に総理大臣は直接的に民間航空行政を指揮監督する権限はなく、従ってロッキード社から金銭を授受注したとしても収賄罪には当たらないという田中用語とも受け取れる趣旨の時事論文を発表し、中央公論1982年6月号、ロッキード裁判に思う政治倫理と法治主義の問題、世間を当悪させている。 1983年に、政界引退。鳥取県知事の平林博さん、自治省出身、立候補に伴い知事を、辞任に地盤を譲り、その後は、日中友好会館館長を務めた。1982年君一等局実大受賞。1993年、東京都名誉都民。1995年2月3日午前1時41分、呼吸不全のため、 東京都杉並区の病院で、没、92歳。葬儀と告別式は、同月6日午前10時半から、東京都港区の長谷寺で行われ、喪主は、長男が務めた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。